こんにちは、速稼塾の久保です。第2次定額給付金、第2弾の定額給付金ですね。全員国民全員一律支給10万円、これは生活保護の方もそれから公務員の方も延べつ幕なしに10万円というね、あの案ですけども、この金額はともかく随分ね、これがね現実味を帯びてきたというね風に、まあ、今話が入ってきました。それはね、岸田政調会長が言い出したことなんですけども、この前も BS で話されてましたよね。これが必要だから党内でまとめていくってことを言われてましたけども、まあ、反対してるのは麻生財務大臣ぐらいなんですよ。その他の与党野党関わらず多くの方が再支給に、まあ、賛成と言いますかね、自民党若手議員76名も署名入りで、押してましたしね。もうこの流れっていうのは止まらないんじゃないかなと思います。でも、まあ以前からお話しているように第3次補正予算が決まり、新年度予算が まとまりつつある中、決まるとしたらね、令和3年4月から6月の第1次補正予算おそらく組まれると思いますので、その中に持続化給付金なり家賃支援給付金なり特別定額給付金、全国民に一律給付、これが入ってくるんではないかなというふうに考えられております。まあ、金額が10万円なのかどうかは分かりませんけども、まあ、これはね、おそらく岸田政調会長が今度こそこれで人気を取ってね、目立っていって、菅総理が秋に総選挙やると思いますので、その時に総裁としてですね、最後のチャンスに乗り出してきたということなんじゃないかなと思います。まあ、これに対してね、私たち国民のくすぐったいのは、岸田さんに花を持たせることで10万円一律給付という図は悪くないんですけども、そうなると岸田人気が復活してですね、自民党がまたですね政権を取ってしまう可能性があるというね、まあ前に狼がいて後ろに虎がいるみたいな状況でございますけども、皆さんどうですかね、自民党の独裁政治がこれからも続いていいのかどうなのか。そして国会答弁では記憶にないと繰り返してですね、バレればバレたで、更迭まがいの人事異動で逃げるというね、この悪質政権がこれからも続く、それと引き換えに10万円一律給付なのか、それとも今回岸田さんにはもう完全にね、退場していただいて、総理は他の方にするなり他の政権に譲るなりする動きを私たち国民が見せるのか、なかなか難しい選択が迫られてますよね。自民党の中でも政権を存続させるためには、とりあえず誰でもいいからこいつはどうだみたいなやつに総裁を取らせておいて、そこに花を持たせておいて、国民の関心をそこに向けようと、自民党なんか派閥が変わってやること、これから変わるんじゃないのというふうに期待を持たせる作戦かもしれませんね。さあ、それではまとめになります。特別定額給付金が随分現実味を帯びてまいりました。支給されるとしたら令和3年の4月から6月のあるであろう第一次補正予算、そしてそこでですね、支給にまた2ヶ月3ヶ月かかると思います。その直後に解散総選挙、この流れで自民党は新しい自民党派閥でまたこの国をね乗っ取っていくっていう作戦なのかもしれません。さあ、皆さんいかがでしょうか。どうなるかはあなた次第。